はい、手の消毒。
出しやご当地の名産特産品。
Moraunda. Marchaunda. Mi coca la pizza in aria. Mi coca la pizza in aria. Pura la pizza.人参使うか。
で、この注意事項だけ守っていただければ。60番大分駅前ここに。
よからしたら取り替えていくの。
やらないわ、そうぞ。はい、ご乗車ありがとうございます。まもなく発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。発車します。Thank you.
で、さあ、では餌の時間ですね。では皆様お待たせいたしました。この鎖沿いに横にずらーっと一列で並べいただきまして、で、本当で、メスがいなくなってせっせと餌拾ってますから、これが今の現状ですよ。これ上から8番目のオスです、ね、8番は気がちっちゃいんです。この男最近のタイプの方です。最近のオスはみんな800頭は滅びましたのでね、そんなオスがいた時代ですけど、今は我先に逃げるっていうオスばかりですからね、メス子供を放っておいて逃げます。オスが情けない状況。これ知り合いに見せないでください。これお前どっちが猿なんだって言われるんで、これ悲しいものがあります。いやー、実物だって言ってください。みんなお知り合いに見せて。って言って群れが山から降りてくるとき、だいたい戦闘来て弱いシーグにあんたたち帰りなさいって言って行くやつ、ねえなったのにまだこの群れいるの。そう、他の男の子ね、3歳4歳になったらもうお母さんさよならって群れ出て行っていなくなるの。だからここ若オスいないけど、こいつ行かない方がいいですね。ある程度の距離感を保って見ていただいた方が、はい、でこの注意事項だけ守っていただければ、もうよほど顔が似てる方以外は無事に行きたいです。どうしても自信がない方はもう顔をマスクで隠してください、ね、血液型が B 型の方も危ないので、ね、ということと目を合わせないようにね、お願いいたします。
触らない手を出す。これはなかなか貴重な、ね、そういう状況なんですよ。ですよ、いいですか、しっかりご覧くださいね。では芋取り競争スタートでございます。すげえ、すごい、you
領収書発行。
ってる。意識される方は増えています。街の人が気になっていた。明日にも侍ジャパンに合流予定です。そして同じく侍ジャパンのヌートバーも今朝羽田空港に到着。Thank you.
券です。はい、ありがとうございました。ご利用の際は、休暇
動物園みたいな。おーい、無理だ。いいな。あ、おる、おる。え、先取る。ちょっと、このしつこいね、なんか。あ、マジで。アウトがないと。痛いでたい。すごいですね。一人だんだんやるから。なんのかね。あったら。おい。あ、もう一回やるよ。パパについていって。パパちゃんも可愛かったね。じゃあおもろいやん。見てて。見てて。面白いね。見て。じゃない？キャベツ屋さんよ。私。じゃあどこ行ったのか。
なってきた。はい、登ったりしてきた。はい、登ったりしてきた。かわいい。スーパーで売ってる人参とかね、キャベツの葉っぱも食べるんだけどさ、ペレチューやから。え、手からでいい？最初のところに逆踊りして、これは。この後どっち行くわけ？こっち？Thank you.
Thank you.
好难看耶。那就不好看，他一看你来就喂他。你就剪一点，都没有，这倒不好看。那个最好看。你别冷，你要不好看，要不你弄长点。兔子不咬你。咬，这谁都不咬了。谁？兔子不咬。你给它织成长条，别这么整，中间长条状的。秋秋秋。